皆さんこんにちは、セブンリスタです。今回は前回買ったキーボードが届きました。前回の動画を見てない方はぜひご覧ください。開封していきます。取り出すよ。少しテカっているね。お掃除タイム。本体に取り付けていこう。次はベンチマークをしていきましょう。両爪を見ていきましょう。阿部寛のホームページを開きましょう。ちゃんと開けましたね。次はオフィスを開いていきましょう。意外と早いですね。快適快適。キーボードも使いやすいです。ナイスナイス。パワコも早い。快適快適。ナイスナイス。タスクマネージャーを見ていこう。
4コア乗ってやがる。メモリは2ギガしか乗っていないんで、ストレージは64ギガしかないね。ギガスクールパソコンみたい。さあまとめ。デメリット、サーフェス RT は現役では 99% 使いにくい。メールもできない。アプリも入れられない。ネットもほぼ無理。メリット、でもオフィス専用だったらバッテリーもそこそこ持つし、持ち運びもしやすいから結構あり。また次の動画で会いましょう。バイバイ。